生きてたんだ。じゃがわしは80過ぎて酒も飲めねえ。俺の人生って何だったんだろうって。番号札に書かれた順番待ちの数字、意味をもたらしてくれたのかな私に。いずれあの冥府の門が開く。痛ましいぐらいに痛めつけられたこの体は、きっと私の内面からぶっ壊れていくのでしょう。さあ、一つ一つ重ねていく私自身、いやがて積み重なって、つむつむの最後かよと。ああ、このゲームはアウトになってしまうのかもなと。そりゃ当たり前だろうが、まったく。だって私は途中でリタイアしなかったものだから、この先は未だに続くと思っていたけど、やはり敷地はあったようでした。念頭に置いた私の最終地点は、その先を示してくれず、示しもつかない。この私の生きる道に対しての私。